なったら急に寒くなってきたんだけど。あー、ベッド欲しい。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、ただいま箱根タウンパイクに来ております。で、今日結構寒くって外気温が 2,3 度とかなんですよね。まあやっぱね、箱根といえばね、もうかなり標高も高いところにはあるので、もうこの冬の時期であればそりゃ寒くなるよなという感じなんですけど、まあ、今回は久々にね、箱根タウンパイク走っていきたいなと思っております。で、ちょっと寒いのであれなんですけど、今日天気は悪くないんですよ。まあ、ちょっと曇り空ということはあるんですけど、まあ雨が降りそうな天気では全くないので、せっかくならオープンにしつつ走りたいなとは思っております。まあ、ちょっとこの外気温でオープンにして大丈夫かどうかっていう心配はあるんですけど、まあ、寒くならない程度にちょっとドライブも楽しみつつ、あとは外の景色だったり、この感じる体感温度とかを含めて楽しめていけたらいいかなと思っております。それでは今日もゴンゼに行ってきます。ちょっとなんか問題が起きてますね。オープンできなかったな。ちょっと待ってよ。おそらくですね、あのテールゲートの荷物が問題なんだと思います。こいつか、こいつか。これちゃんと開くんじゃなかろうか。頑張れ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 。オッケー、しまった。え、なんだと。なんですか、こいつのせいか。うん、 OK、 よし、じゃあ行きますか。あー、いいね、なんか気持ちいいわ。風が気持ちいいし、のどかな感じだね。日本は平和だ。こうアクセル踏まなくてもさ、下りだからどんどん速度が上がっちゃうから、しっかりちょこちょこね、エンブレを効かせつつ、おー、走っていかないとですね。いやー、ほんと冬のオープンカーって贅沢だな。もうすっかりね、このポルトフィーノを買ってからね、オープンカーの魅力にハマってしまいましたよね。仮にね、このポルトフィーノを手放すことがあったとしても、別のオープンカーを買うと思います。まあ、今のところポルトフィーノを売る予定はないんですけど、仮にそうなった場合としてもね、オープンカーいいな。私全然あのそんな飛ばしてるつもり全くなかったんですけど、煽ってないです、ごめんなさい、煽ってないです。あのちゃんと制限速度を守って走っております。うーまんぼう。でってるるってどってるってどってどってるるってどってるってどってどってるるってどって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 る。あー、低運転になっちゃう。さあ、太陽が出なくなったら急に寒くなってきたんだけど。寒い、寒いよ。どうか太陽さん、私の元へ帰ってきてください。やばい、寒い。うわー、またすごいいろんな車がいますね。恋に餌でもやろうかな。あ、なんかめっちゃ変な止め方しちゃったけど、まあいいや。はい、到着です。
う人いないからオープンのままにして鯉に餌でもやってこようかなと思います。あれ鯉が全然いなくない？私前来た時もっと鯉いた気がするんだけど、みんな冬眠中もしかして？泳ぐ気配すらないよこの子たち。ががー、なるほど、冬眠中のため餌の販売休止中。餌あげようと思ったのに、この子たち冬眠してるのか。魚ってこうやって冬眠するんだね。お財布持って出てきたけど意味なかったな、残念。はいはい、よーお、おう、ちょっと距離あるね君。へいよー。はい、ということでじゃあちょっと休憩してきます。ピッ、ふう、そうだそう、ここのスカイラウンジのなんかカフェがあるんですよ、2階とかに。そこに実は一度も行けてなかったんで、今回はそこを目指していきたいと思います。あ、これだ、このティーラウンジに行きたいんだよ。フリードリンクなので500円になりますね、はい、あと、はい、チーズケーキお願いします。あったかいケーキじゃなくて大丈夫、チーズで大丈夫ですか？いや、フォンダンショコラ、チョコで。チョコでいいです、はい、はい、ありがとうございます。ここ、あ、これかな。おう、あ、うちのポルトフィーノくんが見えますね。あ、はい、ありがとうございます。へこんだとこ4箇所あるんですけど、はい、これ紙をピーって切っちゃうと食べやすいですからね。はい、送りました。じゃん、フォンダンショコラです。優しい店員さんが食べ方を教えてくれました。あ、美味しそう美味しそう美味しそう。いただきます。ホクホクトロトロ、旅の思い出帳でも書いていきますか。にゃん、はあ、帰りますか。ちょっと上りをこれから走っていきたいと思うんですけど、わお、いやマジすごい落ちすんな。ご安全に走っていきます。今日もいい音響かせてくれますね、ポルトフィーノくん。あー、カメラがどんどん傾いていく。さようなら。あー、まぶち、よこしょー、じゃん。あー、いいね、一番見晴らしのいいとこに来ました。かっこいいね、ポルトフィーノくん。いやー、私の愛車はかっこいい子しかいませんよ。あー、山だ山だ山だ、海は見えません。でもこの辺の山結構もう標高あるからね、普通にこの辺の崖からね落ちたら多分普通に死ぬんだよね。ちょっと足場だけ気をつけよう。こんな感じでーす。あー、ベッド欲しい、ここにベッド欲しい。ちょっと太陽眩しいけど、サンルームのあるお家がいいな。最近お引っ越ししたいなって1日1回は言ってるんだけど、サンルームのあるガレージハウスに住みたい。贅沢物め。あー、働け働け、稼がにゃならん。はい、ということで今回は私の愛車ポルトフィーノくんで箱根タンパイク走ってきました。前回ポルトフィーノでタンパイクに来た時はもうちょっとね
暖かい時期だったんですけど、この真冬に来てもやっぱ楽しいね。オープンにして走るの気持ちいいな。なかなか良かったです。ちょっと寒いなとは思うんで、ずっと走り続けるのはきついんですけど、まあまあまあ程よく気持ちいいドライブっていう程度ならいいかな。何周も回るのはちょっときついかもです。まあでもね、タンパイコはねやっぱ平和ですね。なんか変な峠行くより平和だなと最近気づいたんで、ちょこちょこ来てるんですけど、うん、いいね。まあまたね、次はもう少し暖かくなったら遊びに行きたいなと思うので、はい。あ、そうだ、一応ね旅の記録みたいなのにノートに私の名前も書いておいたので、ぜひ見つけた方はコメントいただければと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。